チャンネルクララをご覧の皆さん、こんばんは。内藤陽介の世界を読むということで、今回は結構メジャーな場所ですね。そうですね、イランとパキスタンということで、まあ、多分これ配信される時には、まあ、就職してるだろうという大前提のもとに話をしますけれども、はい、7月の16日にですね、イランの革命防衛隊がパキスタンのバルチスタン の、 そのまあテロ組織2カ所にミサイルで無人攻撃したと、うん、で翌17日にパキスタンが激怒してイランによる領空侵犯を強く非難する主権の侵害を受け入れられないと反発をして、大使の引き上げなんかもやって、うん、でさらに18日にはパキスタン軍がイラン の、 その南東部 の、 あのシスタンバルチェスタン州を攻撃をしたと、うんうん、でこれですはまたその地域紛争かみたいなことが一時言われたんですけど、はい、結論から言うと地域紛争には絶対ならないです、うん、というかあれですよね、両国ともにテロ組織それぞれ抱えてるっていうのを攻撃したって話ですよね。そうです。そこでバルチェスタンとかバローチェスタンとかいろいろ発あるんですけど、まあ面倒くさいのでここではもうバルチスタンで全部押しとしちゃいますけど、はい、このバルチスタンっていうのが実は地域概念としてパキスタンの西南部ですね、それからイランの東南部、これがシスタンバルチェスタン州というところで、はい、それからまあアフガニスタンの南部、うん、ここにまたがる地方で昔はカラート半王国っていう国があったんですよ、うんはい、でこれをやはり19世紀にあのイギリスが攻めてって、はい、今のパキスタン領の部分がイギリスの保護領になって、うんでまあ、アフガニスタンとペルシャ の、 そのまあ国境決め、はい、あの確定した時にここ3つに分かれたと、はい、でこれがそのまあイギリスからインドが独立、うん、インドパキスタンが分離独立した時に、はい、カラート半王国っていうのはもともとこれはインドではなかったというところなんで、はい、パキスタンに入るということは抵抗したんだけれども、うん、結局それがまあ果たせずに、はい、パキスタンのバルチスタン州になっちゃったわけです、はい、でところがそのパキスタンのバルチスタン州っていうのが、うん、例えば言語から言ってもバローチ語、まあ、バルチスタンってもともとバローチ人の土地っていう、はい、なんとかスタンってなんとかランドですから、はい、あのバローチ語っていう言葉があって、それからパシュト語っていうのはこれがアフガニスタンの最大民族のパシュトン人の言葉ですね、うん、これブラフィー語とかあとペルシャ語、うんはい、っていう言語があの4つ入り混じってるんですよ、うん、でちなみにパキスタンの公用語はウルドゥー語なんですけれども、うん、ウルドゥー語じゃないわけです。だから言語なんかも違うん で、はい、でしかもですね歴史的にあのバルチスタンっていうとあのグアダル港というあの中国に差し出しちゃった港があるんですけど、あの港町があって、はい、港があってあのインド洋に面しているということもあって、はい、歴史的にはですねあのアラビア半島にオマーンという国がありますけども、はい、あのオマーンとの関係も深いと、うん、だから例えばパキスタンだとかイランだとか、はい、あのそういったところ の、 その支配、まあ、アフガニスタンも支配が崩壊してますから、はい、いいんですけど、うん、あのそしてパルキスタンだとかうん、イランだとか の、 その支配下に入るのは嫌だと、でバルチスタンとして独立したいっていうふうに暴れてる人たちがいっぱいいて、うんはい、で例えばそれが バルチスタン解放軍 BLA とかですね、うん、バルチスタン解放戦線の BLF だとかバルチスタン共和国軍 BRA とかって、はいまあ、いろんな連中が例えばこれは、うんあのはい、イランとパキスタンにまたがってパキスタンの反政府活動をやってる連中は、うん、イラン領内を拠点にするし、はい、イランの、はい、に属したくないやつは、うん、パキスタンで、はい、あの活動してるわけですよ、うん、じゃあ両方とも同じあの勢力に対して事実上攻撃したってことですよね。でそれでイランもパキスタンもで、まあはい、イランに関して言うと、はい、例えばイランの、 そのまあ反イランのスンナ派 の、 そのバルチスタンの連中っていうのは、はい、ジェイシル・アドルっていう人がいるんですよ、はい、ジェイシルってのはこれあの、まあ、軍隊って意味なんですよ、はい、でアドルってまあ公正な軍隊っていう、まあ、直訳するとそういうグループなんですけども、はい、彼らなんかもパキスタンのバルチスタンで活動してると、うん、でバルチスタンの連中が特にそのまあパキスタンに対して頭きてるのは、うん、あの98年にパキスタンが核実験やって揉めたことあったじゃないですか、うんはい、あれ実はバルチスタンでやってるんですよ。ああそうなんですね。チャガシがそういう扱いってことなんですね。そうそういう扱い、はい、でしかもなおかつ、はい、グアさっきも言いましたけどグアドルの港っていうのを、はい、これを勝手に中国に差し出してると、はい、だから結構バルチスタンの連中ってのはパキスタン政府についてムカついてるわけですよ、ね、なんか差別されてる感じがするってことなんですよね。だから要するに言葉も違うし、はい、あの端っこだし、はい、地方政府の統制にも、うん、あの服さないしっていうことで、はいまあ、非常にそのまあ冷遇されてるわけですよね、うんはい、実際例えばそのイランに対するそのイラン の、 そのまあバルチスタン系の人たちというのもイラン の、 そのイスラム教国制体制に対しては否定的なので、うん、彼さっき言ったジェイシル・アドルっていうのはこいつらは去年の暮れにイラン南東部のラスクという町があるんですけど、うん、そこで警察署を襲って11人の警官を殺してるんですよ、うんまあ、イランにしてみてもやっぱ相当端っこの方の話ですよ ね、 そう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 ね主要都市じゃないっていう感じの で、はい、それで結局今月 の、 そ の、 まああの一番最初に16日にまずそもそもイランがパキスタン領内を攻撃したっていうのはこのジェイシル・アドルをこうやっつけたんです。なるほど、はい、
でただそのパキスタンというのが去年前首相のカーンというですね、クリケットの名選手権監督だった人が、あの人があの汚職疑惑で、まあ、本人はでっち上げられたと言ってますけど、まあ、基本はやってるわけですよ、ほぼ確実にね、まあ、いろんなでただまあでっち上げられたという面もあって、はい、政治的な判断もあって、で失職をした後非常にごたごたしてまして、で一応24年の2月に総選挙やる予定になってるんですが、あの今暫定政権で、はっきり言って抑えが効かない状態なわけですよ、でそうでなくてもパキスタンとは結構汚職その他が非常にひどいところなんで、これイランの立場から言うとですよ、別にイランをかばうとかなんとかなくて、イランの立場で敵国の領内にいるテロリストを攻撃する秘密保持なんかこれやっぱりできないわけですよ、非常に不安があると。なるほど、はい、だから例えばこれはあのいろいろ報道がある、報道によっては直前にその事前通告したか、あるいは事後報告したかなんですが、ただ一応そうは言っても自国の領内にこうミサイルぶち込まれたら、それは主権の侵害だから起こると、でただ一応そういうことなんで、別にパキスタンそのものって敵対するわけじゃないのと分かって、でパキスタンはパキスタンでイラン領内にそういうその反対性がいるから、じゃあそこにうちもぶち込むわということで、一応これで手打ちが成立してるんです。はい、すごい手打ちですよね。でもほらイランとそういう手打ちの仕方するじゃないですか、以前に話した、ソレイマニ将軍の、あの時のその、亡くなった後のあのバグダード空港のアメリカに事前に避難できるようにしておいてミサイルをぶち込むっていう、あれと同じパターンです。なんかお互いのメンツは保つよねみたいな、メンツは保つよねと話ですよね、これ、でそのソレイマニで言っちゃうと、実はあのソレイマニが亡くなったのが、殺害されたのが2020年の1月3日なんですけれども、まあ、この時は要はそのイラク国内、イランの国内ではなくて、イラク国内でのそのまあバグダードのですね大使館周辺の治安のその乱したということで、国外でやられてますから、そういう意味で言うと、あの結局イランの国内で襲われてるわけじゃないですから、イラクにとっては主権の侵害になるかもしれないけど、そこは一応まあ言ってみれば、その革命防衛隊ってのは鉄砲玉みたいなもんですから、イラン本国政府も途中でやられたらそれはもうしょうがないよね、というふうな話なんですが、その彼が実は亡くなった今年で4周年ということで、もうそんなに経ちますか。そうなんですよ、あれだって結構昔になっちゃいましたね。だってあのそれこそ揉めた選挙の年だもん、そうですね、トランプの晩年だもん、晩年っていうかその 最終年だもん、でそれで結局殺されて、で実はそれなりにそのやっぱり彼なんかはまだ人気があるので、一般的な国民人気があるんで、今年のね1月4日にケルマンとイラン南部の都市があるんですけど、そこで追悼集会がやってたんです。殉教者墓地というのがあって、でそこに実はその爆弾テロが2回起きてるんですよ、誰がやったかっていうと、それはあの ISK というイスラム国、ホラサン州という、なんか前にも登場しましたね、登場したグループ、で要するにホラサンっていうのがイランから見る、イランのその東側で、この古いペルシャ語で言うと日の昇る地域って意味なんですよ、でそういったグループ で例えば今のイランの東側とアフガニスタンのほとんど、それから今度はそのちょっと北側に行ってトルクメニスタンに入るっていう、そういうエリアなんですけど、結局イスラム国っていうのが、これ前にも言いましたけども、あの指導部があって、そこでそのなんかあのこう指導部からその派遣されて支店を作るっていうよりも、ローカルな連中がわーっとテロを起こして、俺もイスラム国って手を挙げるっていう、そういう感じじゃないですか、っていうことですよね。でそれ でそあいつらは例えばあの今の既存の国際秩序ってのは全部否定するわけですね、でイランという国ももともと彼らはイスラム革命でやった時に、西でもない東でもないイスラム教国って冷戦の時に行った時に、彼らはそれこそあの旧国シンクタンクの配信だったあのナチュラルローとさ実定法の話じゃないですけど、それとは別に神の法だっていうわけですよ、で西でももう一個ある、もう一個ある、で要するにイランに言わせると、例えばその共産主義者も自由主義者も人間が考えた人造イデオロギーだったんです、ね、マルクスはもちろんそうだし、ホッブスもロックもこれは人造イデオロギーだって、いやそれに対して俺たちイスラム教国っていうのは、イスラム法っていうのは基本的に最終的な権威はコーランにたどり着くわけですから、俺たちはコーランっていうか神の言葉だから、そこに行き着く神の法なので、既存の国家とは区別される、だから今の国際秩序はけしからんとかって言って革命を起こし、革命後のイデオロギーだったわけですが、ただそうは言ってもそのイランにしても別に今の国際秩序を本気で破壊するつもりは考えなかったんです、だって国連入ってるんだもん、そもそも、そうですね、国連入ってるし、オリンピックにも出るわけだし、そうですね、今の体制に回っても国際秩序自体大体イランという国自体を解体しようと思ってないわけです、でところがそれは例えば IS の連中っていうのは今の国際秩序全部否定する、でホラサン州とかあるいは例えばそのアラビア半島だとナジド州っていうその州はないんだけど、ナジドっていうのはそのアラビア半島真ん中の砂漠地帯なんですけどね、その州っていうのは歴史的にないんだけど、逆にあえてそういう地域概念を持ってきて、今の
秩序をぶっ壊して新しい枠組みを作るんだという意味 で、はいでねはい、イランだとかアフガンだとか、はい、あのトルクメニスタンそんな国はないんだ、はい、ホラサンはもう一回作るんだみたいなことを言ってる連中なので、はいはい、そういうやつからするとそういう ISK から見るとイランのイスラム体制なんてのは、はい、いやあいつらも偉そうなこと言ってて国連入ってるから向こう側じゃんって話になる向こう側じゃんでも、はい、アメリカやイスラエルとどこが違うんだみたいなこと言って、はいはい、ぶっ潰せみたいなこと言って、はい、DS に見えるそう DS に見えるDS に見えるって思うんですよそれはねでしかも、はい、そのソレイマニーっていうのはこの人があの例えばその ISのその特にイラクなんかのね、はい、IS の掃討戦やってる時にイラン側から乗ってその掃討作戦かなんかで結構その活躍した人でもあるんですよ、はい、あなるほどだから、はい、だからそれ狙ったってことですねそういう連中、はい、もともとそのけしからんと、はい、だからそこでその攻撃をして犠牲者が出て、はい、でこれ、はい、で最初イランはこれはイスラエルの陰謀だみたいなこと言ったんだけど蓋開けてみたら ISK が反抗声明出してるわけですよ、はいでこの ISK の連中もいろんなところで活動してるんですけど、うん、こいつらも実はバルチスタンなんかに一部活動してるわけ、うん、でバルチスタンで活動していてでそして実際にあじゃ あのイランによる報復だったってことですね ISK に対するだから、はい、あのバルチスタンいやでバルチスタン その直接的な報復は実はその、はい、その前に言った、うん、あのジェイシュルアドルに対する報復なんですよ、うん、あなるほど、はい、でもバルチスタンっていうのはやっぱりそういう、はい、言ってみればパキスタン中央の統制が及ばない地域で反政府勢力がいっぱいいるから、はいはい、だから今後も例えばそこで活動してれば、うん、あのズドンってやる可能性はある、うん、だから言ってみればその、まあ、あの ISK なんかに関して言うとですよ、うん、あのそれは、まあ、バルチスタンだけじゃなくて例えばイラクなんかでも活動するわけです、うん、要するにイランの周辺で活動するわけです、はいはいはい、でそうするとイラン側が最近周辺のところにいろいろミサイルぶち込んだりなんかしてるっていうのは、うん、一つにはここなんですよなるほど、はい、でだから別に今のイラク政府と敵対するとかそうじゃなくて、うん、いわばテロとの戦いをイラン側はイラン側でやってるわけですうんまあ、だからあれですよねでもこんなにぶち込んでるとその相手国 との合意が必要になってきますよねだからイラクなんかははっきり言って、うん、あのイランから金もらって生き延びてるとこあるんで、はい、そこで、うん、お前ら別に本丸やるわけじゃないからいいよねみたいな話で、うんね、相手の領土に一応落とすわけですからでもパキスタンとかってちょっとあれなんじゃないですかあのプライドあるんじゃないですかいやだから揉めたわけですだから最初、はい、打ち込まれた時に大使を引き上げるとか、はい、けしからんとかって怒ったんだけど、はい、一応すぐ話はそれついたわけですよ、はい、あいや違ったんですねみたいなそういう話っていうそうだからあんなとこも困ってるでしょっつって、はいはい、話ができたっていうそうそうそうで結局、うん、でもう一つその結論的に何が言いたいかっていうと、はい、イランにとって今、はいまあ、イランという国をどう捉えるかいろいろあると思うんですが、うん、あのイランにとっての今の最大の脅威っていうのは、うんはいアメリカでもなければイスラエルでもないんですよ、うん、でもちろんそのああいう国ですから、はい、アンチアメリカを言うしアンチイスラエルを言うし、はい、ぶっ潰すみたいな景気ないこと言うんだけど、はい、本音を言うと一番困るのはやっぱりそういうイランの体制に対するテロリストなんですよ、はい、でこの掃討戦というのは彼らにとって非常に大きな課題になっていて、うんはい、だから例えばそのハマスの攻撃が起こった時も、はい、これ何度もここで言ってますけどイランってのはとにかく自分たちが巻き込まれないように、巻き込まれないようにっていう形で、はい強いことは言うんだけども、はい、肝心のところでそーっとこう絶対巻き込まないってしてるじゃないですか、はいはい、だからあのそういう意味で言うとイラン発で何かその大事が起こるっていう可能性実は結構低い、うん、でイラン自体が、まあ、かなり弱ってることもあるんですが、はい、彼らの一番の本当の敵はやっぱりそういう自分たちに対するテロリストなんだよねっていう話、うんはい、なるほどでだからといってイランという国がいいとかカバーとかそこじゃ全然ないですよ、はいはい、一応そう言っとかないとさ あいつはイラン寄りだとかさ、はい、またわけわかんないこと言われると、はい、たまったもんじゃないからさ、はいはいということで今回はですね内藤先生による、まあそうねいろんなあの暴力団の組みたいな人たちの、半グレ集団に対する攻撃そうですねだから正規のでも、まあ、なんか組同士は話がついてますよねみたいなそういう話半グレをそのちょっと締めてやろうかというはい、はい、という仁義なき戦いについての、ご解説をいただきましたありがとうございました。日本には近代政党が必要だ。近代政党というからにはちゃんとしたあのシンクタンクがなければならない。全くこれまでと違った局面に今直面しているのではないのか。その税金がどういうふうに使われてんだということに関して本当に意味のある使い方してるんですかって。チャイナが欲しがるような資源を持っている中でまだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで日本が地球上で文明国として生き残るため。